い、大移動してまいりました。はい、大移動してまたここに向かっていいんですかね。これでお母さん見てる2回目のボケいや、というかもう今さ、うん、休憩中にさ、うん、衝撃の事実が分かった。衝撃の事実、まあ事実かどうかは分かんない、分かんない、分かんないんだけど噂で、せせりくん情報だからさ。そうそう、パチセブンのせせりくん曰く、まあ、曰くさっきの、これもしかしたら知らない人多いかもしれない調べないと分かんないから、ね、分かんないけど、さっきの俺らが爆笑してた無双のこの、これね、そう、無双のこの落ちて片方上がるってあの片方が残ったまんまになる、これ CR の方でよくあったやつ。あった、まあ、ピーキで新しいやつ初日からこれねえだろって思ったら、どうやらあれ意図的かもしれないっていう。意図的にわざと残った時、うん、チャンスアップになってる説があるらしい。もしこれであれ意図的な、要は自虐ネタ、前の CR でまあね長期稼働したおかげですけど、へたってしまいました、すいませんっていうのをチャンスアップにしてるとしたら、俺ちょっとサミ見直すよ。センスあるよね、それ。センスある。だって自虐じゃん、自分のぶっ壊れたところをレッタにするって確かに、でも言われてみたらさ、俺当たったの2回とも落ちてんだよな。確かに爆走してる時に当たってるから当たってるぞはい、というわけではい、行きましょうか。花剣3、新花の剣3っすね。さあ、僕はこれ完全初打ちでございます、はい、僕はね、1回ホールで打って、まあ、一応右も取れて、はい、っていう感じではあるんで、はい、そんなに通常時回してないけれども、一応まあ打ってきてはいるので、この台は ST 機ですよね。はい、VST です。だからさっきのね、北斗武装とそっくりですと言ってもいい。なるほど。一応言っとくと、319ですと。はい。で、右突入率が 55%。 55%、うん、で、ダメでも自体100、はい、もらえて、さすぎ倒せればもちろん、ラッシュ突入得点になりますというスペックで、右が135回で、はい、何分の1だっけな、77分の1ぐらい。はい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 、うん、まあ、ほぼ無双にそっくり、ほぼ無双で、右が 80% マックス。はいはいはい、 80% は何マックスラグ。あ、いや、なんかあのさっきの北斗無双のちょっとずつ数字が違う感じか。ちょっとずつ違うで、トータル継続率 83% だっけな。あ、でその辺は同じなんだね、うん、83.3% だね、はい、ただ、北斗無双は、はい、あの残りの 30% が、うん、3ラウンドかな、はい、もらえるけど、こっち2ラウンドしかないんで全部微妙に違うんです。全部微妙に、でも大体同じか。そう、俺はとにかく右取れたら、うん、噂の花モード、オキパチモード、オキパチモードをやってみたい。しかも極みがあるでしょ。あるある、極みがあるなら多分極めでやる。どうだっけな、オキパチモードだけ極みなかった気するんだ。ないの。いや、でもオキパチモードがもはや極みみたいなとこあるんで。なるほどなるほど。なんでこいつが邪魔で見えない。見えないけど、うん、今ね、画面の右の方に、はい、これは松風だよね。あ、早い早い、うん、あの、画面にすげえでかいさ、はいはい、松風が待機することがあるんですよ。あー、はい、でそいつが出てくると、あの、どこかで松風が動いてチャンスアップを持ってくるんだけど。あ、なるほど、うん、それが遅ければ遅いほどチャンスなんだよ。あれでしょ、北斗シックスのジャケみたいなもんでしょ。だから松風待機中でいつ動くかみたいな、うん、なるほどなるほど。でも87で花で技術連とかっていうのも変わってないね。遅く動けば動くほど大きい。そうだから、なんか最後の倒落ボタンを持ってくるときとかに蹴っ飛ばしたら偉くなったりとかさ。なるほどね。まあ技術さん、まあ、初打ちの今っていうか、ちょっと微妙に分からんから面白いな。まあね、うん、まあ一応さ、過去のケースのシリーズとかも、うん、剣道開始で言ったらやっぱり金ふすばとかさそうね、まあこれ赤だけど、うん、金のセンスが落ちてくるとか、はいはい、それでまあワンチャン出るかな、で、キセル出るかなみたいな感じだったと思うけど、まあまあ、その流れはまあでも踏んでる。あの、入銀の金ってさ、強い演出呼んでくるカモ演出あとは何だっけね、5大チャンスエースみたいなのももちろんあって、はいはいはい、それはもう単体で信頼度 50% ぐらい持ってるみたいな。ケージボタンとか、あ、なんかね、新花のケージゾーンとか、新花のケージゾーン、それが 50% ぐらい持ってたり、はいはいはい、あと、こんな予告で満足かねって言ってケージが予告かけるやつがあるんですよ。なるほどなるほど。あ、これもしかしてまた連ぐらいバイブ強い。まあこの筐体なんで相当揺れるよ。あのね、俺レンがね苦手だったのよ。あの痛いのバイブが強すぎて、あの島揺れるぐらい揺れる。そう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 、
すごい、保留の召喚のところにシーサーがいた。琉球ですからね。あ、ちょっと勝負勝負だった。え、それチャンスだったの。海賊も100人ブルレすぎ。あ、そう、これ上げてくる。あ、これで上げてくる。そう、一応まあ赤いとこ取った方が嬉しいよぐらいなんだけど。なるほど、まあ、ブルってれば多分行くんでしょう。45人お約束だけども最後なんか連打して一気に上がるんで99、あと1人で、ここでズバッていって100人達成って、はいはい、これで何が起きるんですか。あ、最終リーチみたいな。まあだから8点ですよ、ね、まだまだ技術者までいけるのかな。3出れた。何、あの花の刑事3なんで斬撃が3の形になってる。カウントかと思った。おキン、おおおお、コキー、コキー、保留が赤、保留いい、50% あるよ。やっぱキセルとか欲しいんだよな。ないな。他ののは大して絡んでないね、今ね。一応でもバイブしてたもんね、最初ね。ここバイブしてた。おう、これでズババっていって3の形に切れて上がるんですけど、これは後半みたい な, みたいな。前で言う点々みたいなの。あ、そう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 。上も、これが上もあるんですか。おそらく僕ここまでしか見たことないんだけど。おお、お煽ってんだ。ないんかい。この後、ケージが画面を切り裂いて3が完成すればチャンスアップですよ。はいはいはい。これこれこれ、これで割れて赤カットインみたいなのが出る。これ多分出た方が熱いと思う。なるほど、当たり前だけど、そうそう、出ないこともある。そのまんまいっちゃえ。おいおいおい、やっぱ今日は北斗無双じゃなかった。俺はね、早かったね。早かった早かった。まだ投資3000円ですよ。素晴らしい。何回転、190、139から始めた。さあ、あとはかぶいてみせよ。さあ、突入は 53% でしたっけ。 55% ここでラインが赤とかならチャンスです。青いな、青いね。あ、ダメ。やっぱこっから復活も全然あるんで。悪魔の馬みたいに、このこのなんかね、途中昇格はどうか分かんないけど、はいはい、今のなんか画面揺れてるところでいきなりバッて変わることもある。なるほどね。まあ、あの見たければ V ゾーンはか見といてっていう見たこともないこと言う。見でこれやっぱあの右、その時短中とかは、うん、ST 中とかにまたバイブブローブあるんですよね。 あると思う。あるあれが一番好きなんだよな、特に時短中。漆黒の時短中にバイブした瞬間でもシューがふわー引き戻し、はい、引き戻しに関してはもう哲さんプロだと思ってる。プロよ。花と数えて、オーダーソーロー、もう時短の引き戻しだったら任せて、天才だから俺。あの日だし、行こう、いらっしゃい、行ってきます。俺はここね、時短中は割となんかこのキャラクター SP みたいな感じの演出が多いで、はい、やっぱり基本張らないね。貼らない。基本貼らない。貼ったら割とチャンスみたいなぐらいになってるという。そんなバカすかリーチにならない。前のスケージもそうでしたよね、うん、ほぼ何も起きないんだよ。ほぼ何も起きない。赤いとこに刺されるんだけどな。なんか歌舞伎ごめある。あ、まあ、そうよね。まあね、よし、押し込むぞ頑張って。この押し込みがもう19回回答モード。惜しかったから。羽の刑事みてえな。え、
羽のケージ。あ、なんかさっきからたまにあるけど、何が羽のケージって。あのね、明らかにギャグよな。明らかにギャグなんだけど、うん、ギャグだしダジャレなんだけど、うん、液晶上で、はい、まるで犬夜叉のような焼き物の羽物が展開されます。え、じゃあそこそこ熱いですか。ね、それもね、キセルルートっていう SP ルートとノーマルルートがあるっていう設定ぶりで、ノーマルルートで 16% ぐらいで、はいはい、キセルルートはね、5割超えてくるらしい。なんか西陣のあれみたいだな、うん、なんだっけ、金棒くんチャンス。金棒くんチャンス、こいつなんかずっとトラガラみたいなの来てるから。そうなんだよね。おー、止まった、いけるよ、羽のケージ意外と言ってたら、さあさあさあ、そう、これ無駄に気合い入ってる、これ。まず上の焼くもの5分の1の赤いところに行けば SP ルート。ちょっと俺見てる、ちょっと面白いわ。入った。まずね、あれがね、うん、赤いところに入ってる。タイミングは悪くないの。え、タイミングあるの、やっぱり。あ、早い早い、あ、避ける、あ、これでノーマルルート。ノーマルルートで、ね、キセルルートは SP なんで。おお、あ、なるほどね。そういうことだ、イニエーションだ。これがね、意外と粘ったりすぐ終わったりするらしいんで、これ面白いな。うわぁ、おぉ、おぉ、あら、当たったって、これおもろい、おもろいでしょ、これおもろいでしょ、これむしろこれ、これだけの大事、これだけと言っていいよ、これもう羽のケージ作ってほしい。これ作ってるやつ解除もそうだな。羽のケージの台作ってもいい。惜しいね。120回転か。むしろ羽物出しんじゃん。ああ、押してまいりました。一つ。はい。硬い。硬いでしょ、うん。おめでとう。ありがとう。乗り打ちだからね。うん。任せときなさい。乗り打ちだから。ケージさん、ケージ得意なイメージあるからね。ケージ得意なイメージある。得意得意。硬いでしょ。硬い、すげえ硬い。これなんか一回引っかかるかっつって、うん、って、そうそうそう。最近打ったパチンコで、あのね、あれ以来、あのうまい棒で初めて光らせた時ぐらいなんか出たわ、わーって。入ったじゃんっつって、うん、はーって、音も良かった。キュンキュン、ちょっと回から打ちます。で、花モードとやるのにしたいです。花モードにやってみます。どこで選ぶ、プッシュ、キバチラッシュ、キバチ一発コースでござそうろう。多分極みない、極みないのか。あ、極みなしてるのか。これでもね、キバチだけ極みついてなかったか。あ、ないんだ。いったこ、いや、OK。 僕もね、そんな打ち込んでるわけじゃないから、まだね。まあ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 、完全告知マイスターの私、完全告知マイスター、ワンゲームの説に任せてくださいよ。ジャッジはまあもう70何分の1ですから、うん、俺のあの完全告知のミシュランガイドぐらいのあれあるから、ね、うん、俺作ろうと思ってる、完全告知のミシュラン、完全告知バニュアルみたいな。三つ星とかね。そっか、裏で縄文打ちされたら多分ずっと技術変動するから、ね、そうそうそう。だからまあ単純に朝食変動はチャンスはチャンスだと思う。なるほどなるほど。それは俺俺のミシュランからするとちょっと減点効くようですね。パッと来てサッと引かないといけない。テンポと今年の相性はちょっと悪し。悪し。分かんない。咲いたら変わるかもしれない。あ、まあ、そう、告知だけはしてるから超プラスだよ。一応咲いた時上のここも赤になるから。あ、ここが赤になるの。そうそう。つぼみ見つめて終わっちゃう。ああ。嘘でしょ。なんとか1回ぐらい。あれ、ラスエース超変動してる。まさかここで咲いたら漏らすけどね。漏らすね。あー、残念。駆け抜けが痛いな。痛い、これは痛い。いやー、お互いちょっともったいないね、これきついな。ね、お、あら、あら、なんだ、怖いな。俺に任せとくまで突くな。赤い宝箱が釣れたけど、超3歳
何それ分かんない、何が起こってるか分かんないですけど、赤で超山菜っていうなんか技なのかな。何が起きてんのめっちゃドボドボしてる、突っ張ると死ぬことになる。堀井どうだった今、何が出てる、分かんない、なんか赤ブスマ怒りの鉄球とか、あ、金やん金やん、いいよ赤ブスマ、赤ブスマ赤方になってる、マジで、うん、赤ブスマ規制とか持ってきてほしい、はい、すごいリングのバースで思えたけど、あーちょっと沖縄にモリモリ熱くなっちゃって多分ここでステージ入るよね、はい、寝ぼしいチャンスアップは今のところないけど、赤保留で押し切れるかなってとこだな。おおお、なんだなんだ、強いぞ銀座、どうどうどうだこれ、決まれ、おお当たった、よし当たると思ってなかったよ今。パチンコうまいな。いやなんか赤保留強いのかな。他何もなかったと思うんだけど。最初に出てた文字がクソ強かったりしたらごめんなさいですが。55%ですね。やるじゃん。よし来たー。はいはいはいですか。絶対これリングバースでだってめっちゃ覚えてる。どうしよう俺何でやろうかな。あーでもまあこっからだと花にしてもらうと見えないですよ、こういう人で。あーそっかそっか、だから自分が一番面白いと思うやつでと思う。じゃあまああれかな、一応途中で変えれるらしいのでまあちょっと取れたかのことを考えて、はい、縄文やりますか。なるほど、あまあ刑事といえばね、刑事といえばさっきもスルーしてますからね。これでスルーしたら130で400回転近く70分の1入れないことになってる。無双が含まれてる、無双が含まれてるあ、違うわ俺だってあれだもん、前回このゲージ1回右スルーしてるから、それ入れたら130と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 140ぐらい含まれてる、さあ青森の向こう、うれれれれ、ありがとうございます。さすが敵モード、もう当たりっす、はい、咲いてるこれ、咲いてる、ほんとだ、これ横からなんか黄色いのがなんか引っかかったよねで、極めモードにするともう先に咲いちゃうっていう何回押すねオッケーオッケー、いやもうだってこれ打った人がみんな何回押すねんって言った意味が、ああもうめっちゃバイブしてるもうあっちもこっちもバイブしてますよすげえ効果だもん、面白い大胆なこと、あー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 、止まったら3点2から絶対にしてるから7、はい、ありがとうございます。失礼、また行政から電話をかかって、はいはいすごいな さあ2連チャンでございます。83% ですから2連ぐらいで満足していてはいかないのです。
一応ボタンを押すとこうやってモードは常に変えられるみたいですね。おお、ブーブルってる。ああ忙しい。素早い大当たりありがとうございます。安心です。もうね、今テキさんがですね、ちょっと電話で席を立ってるんですけど、こんな歌舞伎ものの台を2人打ってるときですね、なんか行政関係の電話がかかってきるらしく、もう歌舞伎てないなと思って、パチンコ打ってるとき行政の電話なんかほっとけっつって。さあ無断にねしておりますが、今ちょっとモード変えてる最中だったんで花歌舞伎ラッシュになっちゃいましたけど、花歌舞伎ラッシュは、ストーリー系のリーチがメイン で本舞台ラッシュは、まあ、この2人のバトルですねがメインになってます。あらららららら、どうしたんすか。もうどのラッシュ選んだとしても即当たりしちゃう、この天才。今のところ全部のモードこれでしか当たってないよね。さあ至って順調。あっという間に5000玉です。まだまだ、で本舞台ラッシュ継続ってなったんだけども、ここで置き場しラッシュにしちゃう。今のスピードで当たってたら多分置き場しラッシュは気持ちいいと思います。おお、イエイ。なんで絶対ないんだよ。7じゃなくて5が止まってしまった。まあまあいいです、 ST 復活です。で、基本7ラウンド以外はね、リラウンドになっちゃうんですけど、まあちょっと危ないとこだったんでね、ごめんボーナスでもいただきましょう。なんか意外と置き場所モードいいかもだって今思っちゃった。全くなく期待してない時にいきなり来たから、やっぱね、こう我々みたいな仕事をしていると結構メーカーさんで打たせてもらったりすることあるんですけど、ショールームとかでなんかね、そういうショールームで打った感じって、まあ、確率が甘くなってたりすることもあるんですけど、そうやっぱホールで打つ感じってやっぱ全然違うんですよね。なんかこれ135回転あるから、最初の35回転だけを置きパチモードにしといて、で残り100人だったらまあ普通の演出楽しむとか、そういうやり方もありかもしれない。それいいな。一回一回だけに戻しますかね。まあ、ですけど、なんかこの一応まあ一回だけとかにしたからといって、なんていうのかな、こういうね煽りは増えるんですけど、そもそもやっぱり撤廃してしまったら信頼度 50% 超えてくるっぽいので、何このボタン。さすがにこれは外れないでしょ。はい、刑事名物情報到達。電撃ボタン耐久でございます。ありがとうございます。
こんなもん破れるに決まっとる。えい、やばい。まだ続いとる。ちょっとおかえり。ちょっと、もう僕が知らないおじさんと電話してる間にめちゃめちゃ出てるんですか。着々と手玉を伸ばしてる。すげえな。なんかね、はい、分かったかもしれない。何か、あの、これおそらくなんですけど、今の当たってる感じ見てると、なんか100回、135あるけど、なんか前半30回ぐらいのところって結構即当たりに振ってる気がしてる。なるほどね。でよくあるやつだ、途中でボタン押したら帰れるから、残り100までの最初の30回転だけを腹にして置きパチにして、あ、なるほどなるほど。で30回終わったらまあリーチ系のやつ、リーチ系のやつでちょっと演出も楽しもうかなみたいな。あ、それいいかもね。そう、さっき最大を言ったマジで、まあ、2ラウンドだったけどさあ6連チャン7300 6連7400玉弱。でこうやってここでは変えられないんだ。どこで変えるか引き掛けが出ちゃうんだけど、ここで、まあ、ボタンを押すと、こうやって置きパチラッシュ待機シュートできるんで、これか、ここは出ればもういつでも変える。いやー、ベラプチ光らせたいときは光らんね、やっぱね。さっきからなんか狙ってないときに急にぶっ飛んできたりするんだけど、データカウンターが1ミリも見えないせいで、隣からその今ヨッタさんが何回転するか全然わかんない自分しかわかんない。そう、ただ残り100切ったのに引き掛けに戻す。でも今の言い方、ガロに出てきた相川翔太ですよ。やりよるわ。おお、無法天地ツースかっけーもう咲いてるもん、ここ出すねー。万発あったら結構安泰じゃない。いや超安泰よね。俺まだ投資2万3000だもんでしょ。だから2人、俺が3000円ぐらいしか使ってないから2人合わせて3万円いってないんでしょ。プラスプラス。ああ、ダイブさせていく。いや今回ゲスト強いな、いや万発はいいんじゃないですか。前回来た水木がやった女がいるんですけど、はいはいはい、二言目にはバイオハザードの話ですよ。ニュースはバイオ好きすぎるでしょ。バイオ好きすぎる、本当に。あの人この間俺と共演した時もバイオ撃とうとしてたよ。そうそう、みんなでバイオ不況活動半端ないんだろ。テッサー、はい、ちょっといい、はいはい、俺さ、めっちゃトイレ行きたいんですよ。あ、いや、俺回せるわ。なので、あのちょっと台打ちお願いしてもいいですか。いや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 、で、あのもうハイビスカスボードでやっちゃってでいいから。オッケー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 。せっかくなんで任せろ。これで落としたらマジごめんこれか、マジごめん。置きパチモードでやっていいからって言われた。わ、なんかプレッシャーでかいわ。どこで変えるんだろう。すげえ、もう8000発出てるの。どこで帰ろう。どこで帰るの。おお、あ、なるほどなるほど。毎回帰られるのか。はい、帰りました。うわ、なんかすごいやる予感する。すごい柔らかするよ。あ、でも長いよ、変動が。ただいま。あ、おかえり。とりあえず続けてやってみるかい。そっち、なんか怖いんだけど。怖い。俺なんか間違いなく落としそうな気がするんだよ。落とそうな気がする。変わる。どっちもいい。いや、でもちょっと一回だけやってみたい気はある。で、せっかくだからさ。せっかくだから、いやいや、だってテツさん右一回スルーしてるわけですから。するだから、実際これだったら倍ハマり。倍ハマり、倍以上でしょ。3、4倍ハマっちゃうから。そうそう、実質260。おっとあ、これ俺好きなタイプ。好きなタイプこれ。あ、ならよかった、ならよかった。だって急に光るなんだって言うんだから。
急に光が出てくる。で、この煽り中に飛び出たら10ラウンド、飛び出なかったら2ラウンド。これが飛び出たら、そう、押せーってなったら7に昇格します。 OK。 あ、来た。はい、さよならで、これでもう全部7になって、はい、1500取れると。とりあえずヒゲさんに申し訳なかったからさ1回だけ当てるところでやってる。なるほど。あ、好き好き好き、面白い。あ、ちょっと変わる。あ、よかったよかった。まあでも今の感じだとマジでここ見とくっていう遊び方ありよね。上を凝視でしょ。上を凝視してるっていう気持ちで、あのボリュームオフにしてる吸引すら聞こえないんですよ。ちょっとやってみようかなはい、置き待ち。ああ、こうやって見てるんでしょ、こうやって。なるほどねじゃあいいんじゃない、そのカメラも上に向けて、カメラも上に向けてずっと首痛くなりそうっつって、そうで、下ヨガも下見ないもうぶっ放し、下見たら左打ちに戻してくださいって出てるそれはあり得る。それは後ろのカメラの人が見てるから哲さん、これ怖いぞ怖い、いや面白いじゃん。これが光れば当たる。これが光れば当たる。本当に音も聞こえなくなってるから今この123TV をご覧の皆様ね、これが本当の超パチンコ依存症の人だった超パチンコ依存症だって見てないでしょ、そちらさんの。さっきも俺何度も言ったけど、これなんでここまで言うかっていうと10問目の最後の説問、生まれ変わったらパチンコになりたいとかあなたそれ過去に言ってんだよ。言った、言ってる。あなたパチンコ玉になりたい。僕生まれ変わったらパチンコになりたいって言った。言ってたでしょ。あれはあのテスト一回やってみ依存症、超依存症、超依存症、ただの依存症じゃない、もはや。そう、あのパチ屋のトイレにあるポスターなんて誰だって100点取るからって。誰だあんなもん誰だって100点取る。確かにね、うん、依存症って何でもねえです。魚いよ、じいさん、かぶいたな。おいおい、まあ、一番ハイビスカス、一番かぶいてんのこの打ち方だからね。この打ち方かぶいてると僕は思ってるこの打ち方一番かぶいてるよ。歌舞伎すぎだよこれ歌舞伎すぎだ。すげえ、あのね、気づいちゃった、うん、リザルトすら見えたおー、俺なんだブラックアウトしたよ。あ、来てるやん。あ、来てるか。あ、ブラックアウトで来るんだ。なんかチャンス続いてますね。続いてる。あ、怖い、押せないさあ、アホなことしてたら本当に終わってしまったよ。ウミンチュの目覚め。次俺やってみようかな、右入ったらあのね、でも意外とね、悪くないよ。悪くない、俺も嫌いじゃない初打ちで2回目のラッシュですることではないと思うまあね、電撃じゃない、違うか、普通か、普通のボタンだ。来てるよ。いや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 、来てるやで。なんか俺とそういうの外す日なんかね、だからそれがいいみたいな可能性あるね。うわあ、2かけん要因。あ、でもまあ一応羽のケージは羽のケージは当たったどこかの台がバイブしている。どこかの台がバイブしていると。島が揺れてる。隣の4台の横の台の揺れが。あ、出た。優勝時カウントダウンじゃないこれ。何それ。なんかあるんすよ。これ優勝どうよ。ああ、なんかね、あ、なんで金2個あるのに赤す。風流、風流なんて呼ぶんだこれ読めない。あれ黄色なのかと金なのかな。あ、ビジネスしないの。ああ、いっさっさっさ。
おお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 こんな予告で満足が違うだろ。それ強い偽善だって俺さっきなんか。そうね、強い偽善だで、うん、まあ俺外したけどいいですよ、今のところ悪くないよ。おーおーおー、感じそうよ、めっちゃ綺麗やん。おーおーおーおおお、なんかめちゃめちゃ豪華やぞ。おい、まだ保留が緑なんですよね。保留が緑だぞ。8点8点は熱いよ。ゲロ熱いやん、前と同じなら。前田サバなやなや。白デケデケデン歌舞伎ごめん、おなんか変わった。おおおお、ただとかぶいてござそうで。あ、これ最強レジなんじゃない。え全然見える。やっぱそうだよ、ボースの刑事なんで最終回のやつ本気最強のはずっすね、これ。ただあの緑なんだよね、当てすぎじゃない。でもそれ当たったとしたらで、今日は最地球引きすぎだよね。次回っつって今、あ、ちょっと そう、ここで迎えに来るわけですよ。風流捕まつりしておる。あ、そっか、テロップでも最強リーチ行くって教えてくれてたのか。ただ緑なんだよね。大丈夫、羽の刑事緑だ、当たったから。羽の刑事来てくれるんだろうで。まあでもなんかヤバそうな音はしてたし、ね、結構持ってたけど、あ、消えた。え、天撃をさせてくれるってことだよこれ。おい、さすがに行くっしょ。おー、オッケー、あんたすげえな。緑捕虜でもいける。今日何回目や、北斗で2回、え、北斗で、北斗で2回、これ3回、4回目かなって。北斗で、え、2回やってたっけ。1回だっけ、北斗3回か。いや、あれで、初当たりよ。初当たりでしょ。タンカーかけたら違うっけ。あ、すげえ当たってる、すげえ当たってる。上がらんかい。そこまで無心は良くないか。まだでもそこで 100% 決まりはしないと思うな。おーおーおーすげえな、天才がおった。これさすが超依存症だよ。超依存500弱だね。まあ入れた分帰ってきたくらいかな。当てすぎっすね、それは。よし、終わりましょうか。はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。あとはじゃあ細かい話はエンディングで。はい、 OK です。ジェス選手、ありがとうございます。お疲れ様でした。いや、風がえぐい、冷たいね、冷たい前回の僕、関東軍、まあ、関東軍はちょっと変わらないですけど、はい、出てた時で割と自分が出す側だったんですけど、はいはい、助かった。今日はやれたね、僕。さすがうちのパチンカよ。パチンカ。多分だから途中のあの打ち方ね、あの全部の音をオフにして上しか見ないって言ってぶっ放すっていうのはね、もしかしたらこれ流行るかも。流行る可能性ある。うん、流行らないかもしれない、ね、まず保留溜まってんのか不安になるし、うん、止め打ちもできないし。そうね、そう音もだから誰かが横で終わったよって、まあ、終わったよは終わったよは分かるけど、何か教えては欲しいね上のあのね、でもね、あれで光ったら光ったでちょっと気持ちいいと思うんだよな。序盤とかでければね、そうそうそう、多分気持ちゆっくりと、ゆっくりとっていうか、多分静かに光るはずなんだよ。5分間だけやるとかでいいかもしれない、ね、全部あれでやる必要は全部あれでやるのがきついから、あれ刑事に戻るまであれでやるのおかしいからねじゃあ、終始いきましょうか。はい、私は、なんだかんだ無双と今日刑事打ちましたけれども、はい、投射が全部で3万です、はい、なので3万って球数でいうと75、7500発、うん、マイナスです。マイナス個人でね、はい、で僕陽介が、今日はね無双が早く引っかかってくれたおかげで助かりました。
投資が3000円しか使ってないです750玉しか持ち玉移動だもんね。そう、回収が12285玉。素晴らしいということで、2人合わせると投資が8250玉で、回収が12000、まあ、同じだね、俺ゼロだもんね。だから3枚で言うと、その定まかで言うと4035玉プラス、はい、プラスプラスが大事よ、プラスが負けなくてよかった。俺でも今日右で1回しか当ててなくて、 その1回あなたの代なんだよね言われてみりゃそうだ。そうだから、まあ、今日は、まあ、どっちかって言ったら、まあ、派手な絵があったのは、うん、後半のね、そうね、刑事の方、刑事の方、まあ、いろんなことが起きた。で、あの前半の無双は、うん、まあ陽介さんの代で大爆笑してただ俺は若干、まあ細かいことはね、まあ、噂レベル、うん、噂レベル、噂レベルなんだけど、ちょっと俺はサミーやるじゃんって思った。これ噂が本当だとしたらなかなかですよ、なかなか。自虐ネタってパチンコってあんまない、やらない、ね、やらない、やらない。その要は前のやつのこうなんかね、もうへたれちゃったね、うん、あのドーンテンニニ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 それはちょっと気にしながら、気にしながら、まあ、P のね、北斗無双を打つ方はね、はい、ぜひ打ってみてもらえれば。で、まあ、また僕らが先行なので、はい、まあ、この次の、放送はですね、はい、また関西軍の、なるほど、試合なんですけれども、僕らがこうプラスなんでね、プラスってすごいじゃないですよ。だって特に一番初めにちょっと話したと思うんですけど、今僅差で勝ってるの、ね、あ、勝ってるのか、勝ってるの、本当僅差だから、今日ので勝手にまくってるんだ。そうね。で、次回次、西がマイナス超えた時点でガッと大差になるから、そう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 、ありがとうございます。さあ、でも、ね、本当大敗しなくてよかった。よかったね、うん、ああ楽しかったしね。楽しかった、当たるっていうのはいいことだわ。だからこの、まあ、123TV ご覧の方、もしよかったら、はい、ワンゲーム TV、まあ、2人ともね、ワンゲーム TV っていうやってますから、チャンネルでやってますので、ぜひね、あの 123TV のチャンネル登録だけでなく、はい、あのなんか概要欄とかに優しかったら 123TV の人書いてくれる、ね、ワンゲーム TV のチャンネルの URL を ね、ぜひ、だからうち来てもらって、チャンネル登録してもらって、よかったら 2,3 本見てもらってね、面白いのがあったらまた見てくださいね。ということで今日はありがとうございます。ゲストで、まあ、ゲストって言ってもなんかあれだけど ね、ゲスト感はないのよね大活躍ゲストありがとうございます、ね、ありがとうございました、はい、じゃあまた次回も、関西軍の試合をお楽しみということで、最後までありがとうございました。さよなら、また見てね。大崎さん、正直なこと言います。東が今回前回のやつでプラスになってます。大崎さん守りに入るタイプだとは思ってないんですよ。分母が319より高い、もう200とか190とか打った時点で僕大崎さんひよったと思うんでね、319で頑張ってください